この中に僕たちの仲間が隠れているよ。どこだろう。どこだろう。あれかな。どこに隠れているのかな。どこだろう。エリンギ。次は何のキノコだろう。海のキノコ。どこに隠れているのかな。あれかな。空のキノコ。どこだろう。あ、見つけた。森のキノコ。あれかな、あれかな。ニョロニョロニョロ。仲間だ。しめじ。どこだろう。あれかな。どこに隠れているのかな。あれだ。松茸。どこだ。見つけたよ。しいたけ。みんな、わかったかな？バイバーイ。
この中に僕たちキノコが隠れているの見えるかな？おーい、こっちだよ。ここにいるよ。カウントダウンスタート。正解発表するよ。ここだ。見つけた。しいたけ。まだ隠れているよ。どこにいるかわかるかな？カウントダウンスタート。二つ目、正解発表するよ。ここだ。見つけた。森のキノコ。まだまだどこかにいるよ。うっすらと何か見えているような。カウントダウンスタート。正解発表するよ。ここだ。見つけた。松茸。あと一つ。どこかにいるけど、わかるかな？カウントダウンスタート。ラストの正解発表するよ。ここだ。見つけた。エリンギ。みんなは全問正解できたかな？今度はどこに隠れてようかな。バイバーイ。ここにあるたくさんの野菜の名前、みんなわかるかな？カブはどれだ？白くて丸い野菜だよ。カブ。さつまいもはどれだ？焼き芋にすると美味しいよね。さつまいも。ブロッコリーはどれだ？小さな森が作れそうなお野菜だよね。あ、見つけた。ブロッコリー。次はこの中にもたくさん野菜が隠れているよ。レンコンはどこだ？レンコンの穴に空気をためているんだって。ごぼうはどこだ？細長いお野菜だね。ごぼう。赤かぶはどこだ？普通のカブと違って赤いんだよ。あ、ここだ。赤カブ。野菜の名前を覚えて美味しく
べようね。バイバーイ。カブはカカプップ、レンコンはゴンコンコン、ネギはネギギ、白菜は白菜サイ、大根はネッココ、ブロッコリーはコロリコロ、ほうれん草はレンソース、水菜は水菜水、玉ねぎは玉玉、キャベツはキャベキャベツ、アボカドはボカボカド、さつまいもはホクホク。カブはカカプップ、レンコンはゴンコンゴン、ネギはネギギ、白菜は白菜サイ、大根はネッココ、ブロッコリーはコロリコロ、ほうれん草はレンソース、水菜は水菜水、玉ねぎはたまたま、キャベツはキャベキャベツ、アボカドはポコポコド、さつまいもはホクホク。いちごはゴーゴーゴー、リンゴはリンリンリン、スターフルーツはキラキラ、西洋梨はラフラフラ、ムササビタケはさ
サビザビ。えのきだけはえのきき、エリンギはリンリンギ、くりだけはくりくり、吹き猿の腰掛けウキウキ。しいたけはしーしーしー、すえひろたけはひろきのこ、でんぐだけはごでんごでん、とうりゅうふうは超高級。にがくりだけは苦いのか、いらたけはぺったんこ、栗山たけは冬のひのき、むささびたけはささびさび。この中に僕たちの仲間が何個隠れているのかわかるかな？どこかに潜んでいるので探してみよう。カウントダウンスタート。さあ、わかったかな？みんなで数えてみよう。1 2 3 4 5 5。こんなにいたんだね。たくさんいて数えきれないよ。あれ？また別の仲間が隠れているよ。もう一回探してみようね。カウントダウンスタート。さあ、わかったかな？みんなで数えてみよう。1 2 3 4 5 6 7。見つけられたかな？まだまだ隠れているね。もう探し疲れちゃったよ。これで最後だよ。カウントダウンスタート。さあ、わかったかな？みんなで数えてみよう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。みんなわかったかな？数を数えて楽しく学ぼうね。バイバーイ。この中に僕たちの仲間が隠れているよ。どこだろう？どこだろう？あ、あれかな？どこに隠れているかな？あ、あれだ。空のキノコ。次は何のキノコだろう？見つけたよ。エリンギ。どこだろう？あ、あれかな？海のキノコ。
あ、わかった。しいたけ。どこだ？だろう。あ、あれかな。森のキノコ。どこに隠れているかな。あれかな。あれかな。ん？あれだ。松茸。ニョロニョロニョロ、仲間だ。しめじ。みんなわかったかな？バイバーイ。この中に僕たちキノコが隠れているの見えるかな？おーい、こっちだよ。ここにいるよ。カウントダウンスタート。正解発表するよ。ここだ。見つけた。しいたけ。まだ隠れているよ。どこにいるかわかるかな？カウントダウンスタート。2つ目、正解発表するよ。ここだ。見つけた。森のキノコ。まだまだどこかにいるよ。うっすらと何か見えているような。カウントダウンスタート。正解発表するよ。ここだ。見つけた。松茸。あと一つ。どこかにいるけどわかるかな？カウントダウンスタート。ラストの正解発表するよ。ここだ。見つけた。エリンギ。みんなは全問正解できたかな？今度はどこに隠れてようかな。バイバーイ。妖怪しりとり、妖怪を探せ。一旦もめ。あれ？あそこだ。知らぬい。
そこだ。ろくろ首。キムナイヌ。どこだ？あそこだ。枕返し。バイバイ。だけどちょっと僕だって怖いな。お化
けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。お化けの友達連れて歩いたら、そこら中の人がびっくりするだろう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。お化けの国ではお化けだらけだってさ。そんな話聞いてお風呂に入ろう。だけどけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。この中に僕たちの仲間が何個隠れているのかわかるかな？どこかに潜んでいるので探してみよう。カウントダウンスタート。さあ、わかったかな？みんなで数えてみよう。1 2 3 4 5 5。こんなにいたんだね。たくさんいて数えきれないよ。あれ？また別の仲間が隠れているよ。もう一回探してみようね。カウントダウンスタート。さあ、わかったかな？みんなで数えてみよう。1 2 3 4 5 6 7。見つけられたかな？まだまだ隠れているね。もう探し疲れちゃったよ。これで最後だよ。カウントダウンスタート。さあ、わかったかな？みんなで数えてみよう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10。みんなわかったかな？数を数えて楽しく学ぼうね。バイバーイ。What?
キノコ。このキノコ、どこのパズル？この中に僕たちの仲間が隠れているよ。どこだろう？どこだろう？あ、あれかな？海のキノコ。どこに隠れているかな？空のキノコ。ここ。あれ。あ、見つけた。森のキノコ。ニョロニョロニョロ。仲間だ。しめじ。どこだ？見つけたよ。エリンギ。どーん。あれかな。あれかな。ん？あれだ。みんなわかったかな？バイバーイ。
Thank you.
スイカはどれだ？この中で一番大きいのがスイカだよ。あ、見つけた。スイカ。桃はどれだ？している果物だよ。見つけた。桃。リンゴはどれだ？真っ赤っかで桃と同じくらいの大きさだよ。
た。リンゴ。果物の名前を覚えて美味しく食べようね。バイバーイ。タクゴはタクタク、サクランボはプリンプリン、シバサバスパスパ、スイカはジュルジュル、スナフルーツはピョンピョンピョン、スモモはスモモモ、スダチはシュッシュッシュ、セイヨウダシはドサドサ、はスンスンスン、サオトメはモンモンモン、選手はドサドサ、総手はソーソーソー、サクノはザクザク、サクランボはプリンプリン、シバサはスパスパ、スイカはジュルジュル、サンブルはピョンピョンピョン、スモモはスモモ、スダチはシュシュシュ、セヨナシはドサドサ、ピーピーはスンスンスン、サオトメはモンモンモン、選手はドサドサ、総手はソーソーソー。